444回に来ました。う、またこれか。まっすぐか、まっすぐしかない、うん、こっちは俺これ、あーなんか戻ってきた。あ、ほんでこっちに行くのか。え、あー落ちた。ぐぬね。あ、そういう仕掛けか。座れ。ビリビリ。出だしからきっちり。回す。あ、おいしい。よいしょ。回す。おりゃ。ギリ目からもだいぶあれだね、マシになったな。きつかったかんなこいつ。マジか。まして一回使っとけ。こういうとこで使っとけ。真空。お、上がった。息吹。電撃反射。トールの時に欲しかったぜ。クレスベルク。ディスパラ。あ、そうだ。あれ、バロンにしないと。バロンちょっと麻痺ってしまったんで。ちなみに取ってなかったんですけど、フレスベルグがあれなんですよ、7万8000ばらまいてリセットしました。いや、まあ、結構今金あるけど7万8000はなくね。相馬の静香ありがとうございます。一本道ここか。またこのパターンか。戻された。これ上行けるまでカットかな。上がりました。いやー、うろうろしてる感じっすね今。体力上げとけ。これ至高の魔弾っていうのが万能属性でダメ。これなんかめっちゃ強いって言われてたんで、単体なんですけど、メキドラか。カイラースはねダメ。ほとんど呪われるこれ。至高の魔弾を気合と組み合わせるとやばいですよって。いやー回ってんすけどね、なんかあれですよ、よくわかんところに落とされました。いて、あ、こっちだね。せっかくなんでしょ、なんかやってみますか。万能属性か。クレスベルクはね、あれだからな、なかなかね。じゃあ回して気合、まず気合。クレスベルクはまあ物理耐性あるんで、ニュクス様に攻撃しましょう。で一応保険でホックブレス。ホックブレスと死亡遊戯が激アツなんで俺の中で。あんまり使わないんだね。思ってたんと違う。減りすぎだろう。なんだあれ、2000減ったんだが。アニクス様残るか500で。すげえ減りすぎだろマジで。
しかも万能でしょ。すごいねこれ。もう一回打っとけ。553。すげえ、なんか2000減ったんだが。クリティカル。おー、すごいな。これちょっと残しておきますか。あ、あと。メギド、あー、メギドロか。電撃反射。もうちょいだね。で、気づいたら、スカディ様もね、84になってましたね。絶対レード。おー、絶対レードか、君。かわいい。かわいすぎる。デスカウンターとか覚えないかな。うん。ここ、ん？どこだ、ここ。来たことないとこ。444回。怖いですね。あ、ほんでこっちから開けろってことか。いや、調査迷ってもレベルも93ですよ。あと2個あげたら芝作れるんだが。すいません、なんか結構高いのかな、やっぱ93だもんな。じゃあちょっと、もうちょっとうろうろします。ですね、あまりにもいけなかったもんで、神に教えてもらったんですけど、なんか閉じ込められました。ん？どこ、ここ18階か。なんかある。半言真珠？あ、これか、言ってたやつ。なんかいいものがあるっていう。味方単体を復活 HP 全…あ、これもあれか、レアなやつか。すげえ。またなんかすごいね、やっぱさすが終盤だな。これでも多分ね、自分で やろうと思ったら相当で、俺もだってよっぽど悩んだもん。うん、何時間ぐらいやってたんだろう。超やってましたね。へえ、こんなんあんだね。いろいろ落っこったりね、なんか飛ばされたりね。思考のマダン、マダン強いねマジで。クリとかでだって2000とかだし、万能属性だから穴もないしな。こいつめんどくさいなーって敵が出てきた時にすっげーいい。ランダムにやってみる。ポックブレスがあるとなお良いですね。全然外れねえ。ぐぬぬ。じゃあもう一回打っとけ。すげえな、安定で560叩き出すかな。ヤシコウのマダンはちょっと気に入ったぞ。強いんじゃねえかこれ。死亡遊戯の半分だ。俺もうなんかこれでいいような気がしてきた。ホック気合い、おたけびショック、死亡遊戯、思考のマダン、こんな感じなんですけど、僕はなんかもうこれでいいや。やべ、食いしばり、ごめんバロン。やるよ、もう一回打っとけ。気軽に触れられあんまり減らないから。バロンがもうちょいで上がる、次で上がるのか。もうちょいじゃねえ。呪殺無効っすね。呪殺無効激アツだな。何がいらないかな。バインドボイス、ショックウェーブと絶対レード、すごいね。最大っつうか、でかいの2個持ってる。
食いしばり、うん、バインドボイスでいいかな。俺あんま使わないし。うん、メギドラもあるんですけどね。個人的にはマダンでいいんじゃないかって思っておりますね。これにしとこう。これいいね、本当にこれいい。俺の好きなバランスになる、これ。うん、なんだよ。撃つか。あ、これやだ。まだ金ばらまかれるよ。やめてくれ。岩清水使っとけ。7万とかばらまかれっかんな。あ、うん。い真ん中のやつが一番食らった。そして、ま、あ、回しちゃったバカー。シンクルハートだよ。あー、みんな強えって言うわけだよ。強えもんだって。強えわ、確かに。あ、やべ、間違っちゃった。まあいいや。ショックウェイ。ドドン、くらえ。クリも結構出るんだよね、これね。うん。つえ。うん。万能属性でクリが出るって、だって。ないよね、メギドラオンとかは。444回。うーん、こっからどういこっかな。またじゃあカットしますか。475回ですね、ここ。うん、3つの宝の玉を祭壇にそれぞれふさわしい方々。ああ、じゃあダメだ。まだじゃあもう一回下がんないといけないのか。なるほど。もうすいません、もう一回カットしますと思いです。やっていきたいと思います。やばいっすね、今。俺物語を見ながら、ちょっと大吟醸をだいぶ飲んでしまいまして、あ、やばいな。よ、なんか変なこと言わないように気をつけよう。俺物語面白いな。うん、竹をかっこいいよ。まずいな。つく、うん、やばいな。なんか縦揺れが止まんねえ、さっきから。今すごい揺れてます。左右に超揺れて、縦揺れと、あと縦と左右に揺れています。だから変なこと喋んないしないで。だからなんか普通にしようとするとダメだな、余計にダメだな。久々だな、こんな酒飲んだの。うん、あんまり飲まないんですけどね。うん、ちょっと大吟醸もらい物で、うん、なかなか、まあ、一人で飲むってやっぱね辛いね。うん、ポンシュっつうのはどうも。うん、あ、こいつは物理が通らん。ポックウレス1回やって回して、いやーもう本当にどうなんだろうな。千秋ちゃん倒したらボスなのかな、もうそのまんま。いや、なんだろう、でも千秋ちゃんで終わりなのかな。なんかでも上に行くみたいな感じだったから、
まだいるんじゃないかって俺は思ってるんだけど、わかんねえけど、やべこれ明日二日酔いだな。これ強えよな。あ、ディアロハンとか使える。あ、そっか使えたな。マダンが撃てない。今んとこ結構このどうなんだろう、割とこいつらは結構好き。おっ、でこれしびれから思考のマダンやとクリ確なんですよね。強いな。万能でも万能でクリがあんのってこれだけなのかな。うん、メギドラゴンとかもないよな。はい、あらあら、お、うん、こっちか。どっちだ。あ、セーブか、優しい。ちゃんとあるんだな、前は。登ってきましたね、結構。最上階がだから、500階にはなんないぐらいなのかな。475階だったよね。うん。今んとこ。多分そんぐらい。日本車は強いな。ダメだな、なんか。どうしよっか。リース下げて、やっぱアルシエル、レベルが今94なんですけど、上がりそうだね。わかんねえから、とりあえず曲がったままは今のままでいいかな。今のままでいいな、どうしよっか。ランダかな、やっぱランダかな。なんだかんだでこっちか。いや、これ回っとくか。ちょっと待って、アルシエルやっぱ強いよな。俺結構好きなんですけど。あ、これ下がんのか。じゃあ一旦ちょっと切ります。よし、そろそろかな。やべえな、ちょっと目がかすんできた。超揺れてるぞ俺今。よし、まあ、一応ランダ、アルシエル、スカディで、なんかもうこの3人が鉄板みたいな感じになっていってるのか。発想葉っぱ覚えるんですよね、これもちょっと気になる。よし、じゃあ行こう。やっと来れた。すげえ大変だった。千秋なのか。うん、バラバタ友ではない。なんか違うだろう。頼むわ。
回打っとけ。減るね。うん、呪い。え、なに、え、灰になったんだが。ちょっと待って、回せ。これはダメっぽい。あ、何で直せ、いや直せないのかな。うわー、あ、デスカウンター安いな。状態異常、ハエになってしまったんだわ。違う、チャームでもない、パライズでもなく治らないのか。どうしようもねえってことか。体力も少ない。なるほどな、そういうことか。手とばっかやっとく、回すしかねえな。うん、いくぞ。よし、2600。落ちるのか。落ちはしない。でもきついな。攻撃、あ、会心、そうだ、会心であったよ。回す、もったいないけど、でも意味ねえな。ほら、マジかよ。よし、結構あれですね、残す人いるのかなと思うんすけど、至高の魔弾ですか。俺すげえ強いと思うんだけど、確かに攻撃19か、まあそんなもんだよな。まあ飛ばしても一緒だから、やっといた方がいいのか。真空波打ってるな。強いな。どうすればいいんだこれ。一回下げるか。打つか。いけー、いっとけー。うわー、あー会心か。やべえな、忘れちゃうな。回してメディアラハン、会心覚えとけ、もったいね。バカラカか。よし、なかなかね、まあどっちみちって感じっすわ。メディアラ半壊はめんどくせえな。いくか？おら！落ちねえのかよ、やるじゃねえか。強っ。
強いね。え、落ちねえのか。おいしい。結構硬いんだな、思いのほか。いやいや、よし、もう一発かましたれ。ちんねえ、強い。早くをされるとあれなんで、どうしよっかな。回す、こっちだろう。でくんだ、いかんなこれ。でくんだ、ちょっといかん。嘘だろう、さすがだね。オップグレス、よっしゃ、いけ。やべ、やっちまったなこれ。スカディが落ちるかもしれない。え、6? ミスった、よかった。やべえ、弱点だ。かは、すげえなあれ。マジか、スカディが落ちたのか。やべえな、ボスがなかなか落ちないんだが。回して、あ、そうだ、あれを使おう。よし、これ厳しいなぁ。オセは早く落としたいな。やべえ、何が落ちた。マジか、強いなぁ。オセが全然落ちねえな。あれを落としたいんだけど、これ厳しいな。ランダか、ランダ、これ治んねえのかこれ。治んねえのか。よし、スカリ絶対必要。おりゃ、飛んだ方がいいな。こいつ落とそう、こいつ落とさんことにはよ。よし、やっとだよ。いや、回復だな、どう考えても。
見えてなかった。嘘だろう。こいつも使うのか。シャモンでいっとけ。おら。回して、いや違ったかな今のは。みたいになったのでだいぶ変わったな。気合い入れとけ。回して。ほら食らっとけ。よし。もう一回呼ぶはないでしょさすがに。うわまだか。もう一回でいくか。食らってくれ。おっしゃでけ。なんだその威力。さすがだな強えわ。おいしい。潰すぞ。回す。まだか。強えな。まあ、厳しいね。スカディがやばい。回して。そうか、こいつのディアラン持ってるのか。回す。一応ペトラか。オッケー。どっちみちだったけどな。行くぞ。強いな。まだか。トントン強いな。竜じゃないんだよな。もしかして。いやでもまだそうだよな。やべえこれ。なんか匂うんだよな竜じゃないとこが。考えすぎかな。超きつかった。ありがとう。本当にありがとう。酔い冷めたわ完全に。いやー。
石焼き。なんとも言いようもねえな。こっち行けんの？あ、ああ。よし、あれを使っとけ。フレスベルク。これも全部覚えて。どうしよっかな、じゃあ。リリス育てようかな。あ、でも、ビシャモンテン。発想葉っぱか。発想葉っぱ。いいね。落ちるのか。ああ、ここまで落ちるのか。優しいね。セーブかな、うん、っていうかちょっと待って、ちょっとまあ一旦切り、よっしゃ、じゃあ行くぞ。ついにこの時が。ぐぬぬぬぬぬ選んだ。まだアルシエル、スカディフレーム、シャン、リリス、バロン、うん、よし、ちゃう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 、行くぞー。あ、ごめん、やべえな。 まだ酔いが、もう4時前か、超やってんな。もう勝利の雄たけび。もう何つけていいかわかんねえ、こいつ強すぎて。芝ビシュヌはいるのかな。これ何つければいいんだろう、こいつ。レスカウンター次で覚えんのか。ランダマ持ってんだよな。何覚えさせればいいの、こいつ。バロンだろう。バロン、チャクラいらねえ。デクンだ、デカジャカ、マカラカ、まあ、食いしばり覚えさせたいかな。ハマ呪殺、こう全体的に強い、全体的に強いっていう、このアバウトさがその強さを物語っているよね。まあ、ランダマかな、とりあえず。ランダマと、どうしよっかな。まあ、食いしばりとランダマは入れたい感じっすね。じゃ一旦切りますか。これでいいっすかね。食いしばり、ランダマ、デカジャ、デクンダ、ショックウェブで、さっき見たら次に覚えるのメギドラオンらしいっす、うん、肉体の回復、うん、絶対これでいいと思う、うん、よし、芝だよ、見るか。定番だもんな。てか俺のレベルもう95なんだね。破壊神芝ができた。芝からの、あ、元ができる。元91なの。あ、ビシュヌできる。芝からいろいろ作れる。へえ。通る。デスカウンター、ジオダイン、フィッシュヌ、フィッシュヌなんて言ったらもうあれじゃないですか。芝と双璧をなすものだからね、うん、
こいつはそうか、アギ系かまだが、通る。へえ、すげえ。いや、いいかな、とりあえずは。リースとシャドウで風紀ができるのか。リース今どうなってんの。いや、いいかな、別に。風紀か。ちなみに今どうなってんだ、閲覧。61か。なんか、作ってないのを積極的に作ってたけど、いい感じかな。ちょっと待って。芝9万。そうだよね。ビシュヌ作りたいな、ちょっと。アルシエルか。なんかちょっとじゃあいろいろ作るか。もっともっと強いんだね、このゲームだと。ファラギ大、マハザン大、マカカジャ、メシ寄せ。電撃以外はすげえな、こいつなんもねえんだな。ビシュヌは違い、全然で自殺派は、さすが双璧のなすもの。ミトラ、物理反射、ハマー自殺で氷結に弱い。いやー、強えな。ランダマ、メギドラ、マハムドーン。この辺作っときたいな。やっぱ通るかっこいいよね。電撃吸収ハマ、魔力神経には、そうなのか。何がいいかな。ちょっとまあじゃあ作りますか。一旦切ります。これでいいですかね。勝利の雄たけびと食いしばり入れようと思って、あとまあ会心も、よし、じゃあ行こう。じゃあビシュヌと芝が、ビス魔人。ビジュヌからのトール。トールができるのか。トール作るか。なんかいる。どうしよっかな。こいつか。ケツでできるんだ。絶対レード。食いしばり勝利の雄たけび。よし、じゃあ作ろう、通るも。ほんで、下ろしまくるぞ。よし。とりあえず、じゃあこれで、食いしばり、本店の怪人、勝利の雄たけびでくんで、やっぱね、勝利の雄たけびはいいね。もう、作りまくるぞ。酔った勢いで、ってことにしとこう。かっけー！画面に収まりきってね。収まった。通るからの、まあこんな感じか。よし、じゃあ下ろすぞ。よし、こいつら下ろせ。ウィー、シバ、ビシュヌ。しゃあ、金超なくなった。20万ぐらい一気になくなった。元か。元か。いや、いいか、とりあえず。とりあえずはいいか。よし。こっちは育てっぞ、とりあえず。みんな雄たけび持ってるぞ。毘沙門天。毘沙門天でも発想葉っぱ覚えさせたいな。あと、なんだかんだでやっぱ、回復系なんだよな。リリース外して、芝だな。いやー、かっけえな、芝な、マジな。発想葉っぱってちなみにどんな感じ ?275 なんだ。敵全体物理。術者の HP で威力変化。これ強そうだな。デカジャ。デクンダ、デカジャ。で、ランダマイザー。いいな。俺の好きな感じだ。よし、これでいこう。
じゃあ一旦切りますか。